アーズナートクララボー。ワイルドパーティーの潜在写真ドロシーエマアーズナートはアメリカ合衆国の映画監督。サイレント映画時代の1920年代からトーキー時代の1940年代にかけて活躍した。当時のハリウッドでは唯一の女性監督、全米監督協会唯一の女性メンバーで最初にトーキー映画を監督した女性である。 監督作は20本で、キャサリン・ヘプバーン、ロザリン・ドラッセル、ルシル・ボールといった名女優を世に出した。1897年、カリフォルニア州サンフランシスコの生まれ。母はジェネッター・アーズナー、父はルイス・アーズナー。育ったのはロサンゼルスで、そこに両親の経営するレストランがあった。レストランにはメアリー・ピックホード、 マック・セネット、ダグラス・フェアバンクスといったサイレント映画のスターたちが、ちょくちょく訪れていた。ハーバード・ウェストレイク・スクールを卒業後、南カリフォルニア大学に進学。将来医者になるつもりで2年間、医学を学ぶ。第1次世界大戦中は、地元の救急隊に参加した。しかし、研修中に医者になるという進路を変更する。イエスのようになりたかったの。手術とか、 薬とかそういうのなしに、立ちどころに病を癒し、死者を蘇らせる仕事がしたかった。第一次世界大戦後、映画産業は人手を必要としていた。アーズナーは狭き門が開かれたと思った。経験者でなくても、才能や知識があると分かってもらえれば、チャンスがあると1974年のチネマ氏のインタビューで、アーズナーは語っている。大学のガールフレンドが、 フェイマスプレイヤーズイコールラスキーの監督である、ウィリアム・シー・デミルと会ってみてはどうかとアドバイスしてくれた。それから彼女、私を車に乗せて、パラマウントスタジオまで行って、事務所の前で私を放り出したの。1919年のことだった。アーズナーと会ったデミルは、どの部署から始めたいか尋ねた。舞台装飾ならできますとアーズナーは答えた。デミルはオフィスにある家具が何か。 アーズナーに質問したが、アーズナーは、正解を答えられなかった。デミルは一週間の猶予を与えるから、どの部署にするか決めて秘書に伝えるよう言った。アーズナーは、スタジオのセシル・ビー・デミルなどのセットを一週間見学した。もし映画ビジネスを続けていくなら、監督しかないわ。なぜなら、監督は他人に何をすべきか言えるからしかし、アーズナーは、 デミルの秘書が推薦した脚本部に入った。脚本をタイプライターで打ちながら映画のすべてを学んだ。半年後にはアーズナーはパラマウントの子会社の編集者になっていた。そこで52本の映画を編集した。1922年、子会社から本社に呼び戻され、ルドルフ・バレンティノのシトスナーを編集した。クレジットされなかったが、この仕事はアーズナーに 監督の才能があることを証明するものだった。アーズナーは闘牛シーンのいくつかを撮影し、その映像にありもののストックフッテージを混ぜた。これによりパラマウントは数千ドルの費用を浮かすことができた。トと砂でアーズナーに注目したジェームズ・クルーズはアーズナーを編集者並びに脚本家として雇った。アーズナーによるとクルーズは周囲に 彼女のことを私の右腕だと言っていたという。クルーズの戦艦黒金号ではアーズナーは撮影台本を書き編集をした。クルーズとの仕事で信頼を得たアーズナーは監督をさせてくれないならコロンビア映画に移るとパラマウントに訴えた。コロンビアから監督、脚本のオファーがあったの。それで給料を生産してコロンビアに行こうとした。 アーズナーはその前に別れの挨拶をしようとパラマウントのニューヨーク撮影所長ウォルター・ウェンジャーを訪れた。アーズナーの話を聞いた。ウェンジャーはアーズナーに脚本部への転属と将来の監督を提案した。A 級映画を2週間以内に始められるなら飲みます。B 級映画というなら小さな会社で好きなようにやりたい。ウェンジャーは ザベストドレスドウーマン・イン・パリという舞台劇の映画化の監督を約束した。そうして完成したのがアーズナーの第1回監督作品、近代女風俗である。主演はエスター・ラルストンで商業的にもヒットした。アーズナーはさらに3本のサイレント映画を監督した。モダン10回、恋人強奪、マンハッタン・カクテルである。続く、ワイルド・パーティーは、 アーズナーが以前編集したザ・ワイルド・パーティーのリメイクである。ワイルド・パーティーはクララ・ボウの初のトーキー主演作であり、フレドリック・マーチが最初に主演した映画でもある。かさばった録音機器のせいで自由に動けないボウのために、アーズナーは釣竿の先端にマイクロフォーンを取り付けた、ブームマイクの始まりである。防噴するパーティー好きの女子大生がマーチ・フする教授と、 恋に落ちるという内容で、工業的にも、批評的にも、大成功を収めた。以後、教授に恋する女子大生などを、協力的で酒飲みの学生がいる大学のキャンパスを、舞台とした映画が続々作られる。ワイルドパーティー以降、アーズナーは、パラマウントで11本の映画を監督した。その中には、ルース・チャタートン主演、サラーとその子、クローデット・コルベール主演、 女の名誉がある。1932年、パラマウントを離れ、フリーとなる。フリー時代の有名な作品には、キャサリン・ヘプバーン主演の、人生のコード系、ロザリンド・ラッセル主演、クレイグの妻、ルシル・ボール主演の、ダンス、ガール、ダンスが含まれる。人生のコード系はヘプバーン演じる女性飛行士、シンシア・ガリントンが妻子ある男、クリストファー・ストロングと恋に落ちる。 話が進むうちに、ストロングの妻へレインは真摯や折り返し、不倫も許したように見える。アーズナーは、慣習的な女性観を逆転させた。二人の女性を争わせたり、ライバルとして描くのではなく、リアルに描写することで、従来の女性観を複雑化し疑問を投げかけた。クレーグの妻で、ロザリンドラッセル演じるハリエット・クレーグは、家の維持に夢中で、 他のことには全く関心がない。原作はジョージ・ケリーの戯曲だがヒロインの設定は変更されている。原作は夫の側に立ちヒロインに批判的である。しかしアーズナーはこの話を美しい所有物でいるよりは一人の人間でありたいという女性の生願に変更した。ダンス、ガール、ダンスはアーズナーの最も知られた映画で ルシルボールとモーリン・オハラ演じる二人のショーガールの友情物語である。女性のパフォーマンス、女性同士の関係、社会的流動性がテーマ。彼女らが踊るのは、自己表現と経済的自立のためで、ショーガールのスパンコールや羽の下を覗き見ようとする男性の視線を成させた。1943年、ファーストカムズ・カーレジ完成後、アーズナーは、 ハリウッドから引退した。はっきりした理由はわからないが、評価と興行が振るわなくなったせいだと思われる。あるいは、同性愛を嫌うヘイズコードのせいかもしれない。ハリウッドからは引退したが、アーズナーは映画の仕事を続けた。第二次世界大戦中は、婦人陸軍部隊の訓練映画を制作した。1950年、南カリフォルニアのパサデナプレイハウスに、 映画制作コースを作る。戯曲を数本書き、u wanna b A スターというラジオ番組に出演。1952年、カレッジ・オブ・ザ・アーツ・オブ・ザ・プレイハウスの映画、テレビ部長となる。1950年代後期には親しかった、ジョーン・クルフォードのつてで、ペップシコの CM を制作した。1961年、UCLA School of Theater ・スクール・オブ・シアター。 フィルムテレビジョンに参加。1965年6月に退職するまでに、フランシス・フォード・コッポララを教える。アーツナーとマリオン・モーガン私生活では16歳年上のダンサーで、振付師のマリオン・モーガンと40年間連れ添う。モーガンは、ダンス、ガール、ダンスなどアーズナーのいくつかの作品で振付を担当している。また、アラ・ナジモバ、 ビリーバークといった女優たちとも浮き名を流した。アーズナーは性的思考を隠したりはしなかった。アーズナーの着る服は当時の女性としては型破りでスーツかストレートなドレスを身につけていた。アーズナーとモーガンは1930年からモーガンの亡くなる1971年までハリウッドのマウンテンウォークドライブで暮らしていた。その後、 アーズナーはハリウッドを去って砂漠に住み、1979年カリフォルニア州ラキンタで死去した。82歳だった。女性映画監督、レズビアン映画監督としてアーズナーの作品は映画研究の上で重要視されている。1940年代にハリウッドを去ってからは忘れられた存在だったが、1970年代に なって、フェミニストの映画理論家たちによって、再評価されるに至った。以降、アーズナーの映画はジェンダー及び、女性のセクシュアリティの研究対象となっている。映画への功績により、ハリウッドウォークオブフェームのバイン通り1500に、星型のプレートを埋め込まれた。受賞はこれのみである。2018年3月、パラマウント社は、ドレッシングルームのビルをアーズナーに捧げた。 ありがとうございます。